プラーナーヤーマを試みる男性。プラーナーヤーマとは、ヨーガにおける呼吸法、調議法のこと。この語彙自体は、サンスクリットで、規則、呼吸を意味するプラーナと、制御、静止、延長を意味するアーヤーマからなる合成語である。ただし、ここで言う、プラーナとは、単なる、息ではなく、身体内外に存在する、生命エネルギーのことであり。 プラーナーやアーマも単なる呼吸法というよりも身体内外の生命エネルギーの調節を意味している。プラーナーやアーマは基本的に訓馬カが中心となる。ただし、旗用画などにおいては、それは一般人が思い描くような生優しいものではなく、発汗や痙攣など、生理的な変調が生じるほど長時間の止め息を要求するものであり。 門外観が遊び半分で行うのは極めて危険である。ヨーガの諸経典においては、アーサナに続いて、共に言及され、その実践において欠かすことのできない一要素になっている。ヨーガスートラでは、8段階ある修行においてに続く第4段階として説明される。また、畑ヨーガでは、具体的には、正解、座法、浄化法、陰相、長儀法、 瞑想の修行の一つとして、プラーナーヤーマが実践される。ヨーガ学派の教典である、ヨーガスートラでは、第2章49から53節において、プラーナーヤーマの簡単な説明がある。ハタヨーガの教典である、ハタヨーガプラディーピカーでは、第2章の全78節を使って、詳細に、プラーナーヤーマの方法が説明される。ありがとうございます。